はい。まあ動画漁ったんですが、わからず、この両面テープのある理由についてが全くもって、わからないので、まあ切って貼っていきます。で、切って貼っていくのは、ここですね。およそここら辺。ここちゃんとつけておかないと、あれ、浮いてくるんですよね。浮いてきちゃうんですよ。まあ iPhone 修理だとちゃんともう iPhone の修理パーツとかっていうのはバチッとついてきているんですが、まあそれがない感じですね。まあ大体これはもう、予備ですね。予備っていうかなんていうかって言ったらもう、あれになり下がります。カメラか、今メインで使ってる、今これ撮影で使ってる Galaxy A54 ですけど、それがまあ壊れた時に、まあ、いろいろ何かするみたいな、そんな感じの、ものになり下がる予定です。で、まあ、あとはそうだな。で、これ、やっぱり多分ね、周りを貼ってあったテープはおそらく自己癒着テープですね。はい。なので、多分自己癒着テープを切って貼って、潰して馴染ませればピタッとつくはずなんですよね。俺の読みからすれば。で、そうすれば、あれになります。あれっていうのは、多少水とかポチャンって落としても、まあ、水が侵入しなくはなるはずなんですよ。で、実際これも一回落としてるんですよね。農作業バイト中に。で、そこでもう、バッチリボチャーって落としてても、まあ、全然中に水が入ってないんで、ああ、やっぱり自己癒着テープかなっていうような、まあ、感じっすね。まあ、どうせこれは、成り下がる感じです。ね、はい。何に成り下がるかと言われれば、まあ、YouTube の撮影用ですかね。それか、あと定点カメラとか、まあいろいろですね、候補はあるんですが、まああれになり下がります。カメラですね。もうカメラになり下がります。で、このカメラで、携帯のカメラっていうのは、でかいっすよ。やっぱりまあ、あれ、自撮り棒とかで結構、なんだろう、壊す危険性の高い場所で、壊れてもいいようなカメラがある。かつ、それなりの解像度とか、あれが高いやつ。画像がいいカメラ、かつ携帯電話みたいなものがあるっていうのは、これかなりでかいっすよ。なので、まあこれは、サブカメラになりますね。あ、ということはこれ、このね、両面テープは、あれ、液晶の、Amazon で買ったやつに入ってるんですよ。これ。これに入っちゃいるけど、まあ何が何やらわからんつ感じっすね。まあ相も変わらず、まあ不親切といえば、まあ、不親切だよなーの息は出ないっすよね。もちろん。どういうことなんだべよ、これ。ああ、ちょっとカメラかぶるな。まあ、多少シールがはみ出てもまあよしとしますわ。多分これ両面テープなんだろうけど、まあどういう意図なのかが分かんないんで、まあペタッと貼っときますわ。これ分かんねえな。何のためにあるのか。ああ、でもなんか多分スキー場の住み込みバイトとか行ったら、一発でダメになるな。いや、まあ一発でダメになるたっていうのは多分湿度が、水が入るんですよね。まあ一発で水が入ってダメになるパターンですね。あ、取れない。ああ、そうか。これの使い方がわからん。ああ、そうか。まあまあ、遅えな。これは両面なんだろうけど、めんどくせえ。めんどくせえや。ちゅうわけで、はい。両面貼っちゃいます。こんなもんでいいっしょ。ちゅうわけで両面貼っちゃいます。めんどい。はい、まあそこまですまんな。この機種に愛着があるわけではない。やっぱり買うやつは選ばないと、まあ、動画にミルフィーユなんとかっていうあれがついてるものもあるらしいよね。でも俺それが良かったな。ミルフィーユなんちゃら。まあ次イケポチャしたらまあ死にますね、これは。イケポチャ、水ポチャしたら死にますね。まあこの時点で動作確認をしてみてもいいのかなという感じですが、お、ハウイ。まあこれ映りましたね。で、本来こういうことっていうのは絶対やっちゃいけないです。なんでかって言ったら、まあ iPhone の、フランチャイズをやってた時に最初の研修で言われましたけど、とにかく絶縁体のゴム手袋っていうのは絶対しなくちゃいけないです。なんでかって言ったら、今夏場だからいいんですけど、冬場っていうのは静電気出るんですよね。で、一瞬バチって静電気が走ったら、基板の半導体とか基板の半導体までが全部こう、電気走るんですよ。っていうことは、基板がショートするっていうことなんですよ、一撃で。まあ、だからそれは絶対にやっちゃいけないですね、これは。なんで絶対ゴムの絶縁体手袋はやってください。それと、絶対に電源入れるとかっていうことはやめましょう。マジで。じゃない。そうするとですね、一回静電気バチンってきたら基板全部が死にますね、その瞬間に。で、そしたらもう全額自腹で保証しなくちゃいけないっていうのが、iPhone 修理の研修でやった時の宿命。だから絶対にこれやるなよっていうのは言われましたね、きつく。まあ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 、しゃあないですね。あれ、俺ネジどこやったっけ？で、本来こういう細かい作業なのにもかかわらず、こうやってネジを、絶対部品って黒いんで、作業板が白なんですよ。絶対見えるように。だからそれの作業板の上に全部パーツは、分解した順番ごと、に乗っけること、それ鉄則でしたね。いやー、でもなんか、痛いっすね。痛えな。割れた液晶がですね、まあ、なかなかいい割れ方してるので、あ、ちょっと膨らんでんな。なんか新しいこの液晶ね、収まり悪いんよね。なんか知らんけど収まりが悪い。なんか知らんけど。あ！これネジ山プラスじゃな、プラスじゃん。これでいいんじゃねえの？いや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 。これ爪？あ、爪がこうかんでんのね。はいはい。いや、ドライバーの先っちょに磁石が欲しい。で、こうかますのか。あ、恐れていたことが現実になった。